はい、えーどうも、こじきです。えー、9月4日5日の28節の J2 のゲームを振り返りたいと思います。えー、松本対京都を片手間に見ながら喋 <laughs> っていきます。今、2対2っすね。えーっと、秋田はさす群馬、1-0。これ、すごかったっすね、本当に。いやー、群馬はね、得点を取りたかったね。本当に変わ、監督変わってからの群馬、かなり攻撃、 のバリエーションもね増えててるなっていう、うん、まあ,あと、やっぱ守備もっ、ねオーブとか行ったことによって、展開とかもね、広くて、はい、いいチームになってるなと思ったんですけれども、秋田の諦めない、秋田を全力で表現する、そういったゴールがね、いいよ、のゴールでしたね。アディショナルタイム、本当、ラストワンプレイみたいな感じでしたかね。なんかね、もう、魂がね、もうこもってて、いや、と今,今節のベストゴールは、 その形の美しさとかじゃなくて、そこのなんかもうね、人間の、なんだろう、本当に気持ちが見られたので、この飯尾のゴールに俺はね、差し上げたいなと思います。はい。いやー、秋田、これは嬉しい、嬉しい勝利でございます。シュート3本、うん、本当に、ネットを最後ね、こじあけで、えー、1-0で勝利でした。はい。竹ってフリーキック蹴るんだね。うん そこら辺も発見がありました。はい。えー、そんで、次が、ーとえーと、相模原千葉。あ、これも似たような展開のゲームでしたね。ほら、シュート数も似たようなもんだ。あー、千葉がね、まあ、桜川モンがのの最近好調ですために入ってますね。うん。で、まあ、あと、福光なんかもね、鋭いシュートを放ったりしてて、えー、えー、まあ、千葉もね、ゴールの予感はあったんですけれども、 86分、これもまた試合終了間際にコーナーから木村の頭でした。うん、いやー、これも見事でしたね。なんか実況も良かったな、この試合。あ,あの人、なんだっけ、名前。あの人、よくなんか、ゴールマウスを捉えるみたいな、ゴールマウスっていう言葉やたらと使う実況の人でしたね、うんと。やっぱ高山、この人は時間が作れますね。ゴール持って、溜め作って、味方の上がり待てるんで、えー、非常にいいプレー見られました。うん まあ、あとね、奈良岡も空間を本当は操ってますね。いやー、本当に何回も言うけど、本当に夏の補強後の相模原はマジで面白いですね。こうやって勝ち点も重ねてることですし。うん、で、まあ、兵頭もやっぱさすがのキックセット持ってますね。え、ね。非常に J2 残留争いが面白くなってまいりました。えー、そして、幸福京都。これびっくりですよね。いや、まあ、甲府が勝つのはわかるにしろ。 3, 点3対0でね幸福が勝つとはちょっと思わなかったですね。えー、天候はかなり悪かったで、この試合は文句なしで宮崎純馬が MVP なんじゃないでしょうか。この選手、いやーだから出場機会的にはそんなにね今まで恵まれてなかったんですよね。交代出場ばっかりで、今季初先発がこの試合、そして大活躍でしたね。うんえー、ウィリアン・レラの1点目のアシストも宮崎だったっけ 忘れたけどあれ落とし絶妙でしたね、本当、リラの、えー、走り込むスペースに落とし込んで、まあ、リラも落ち着いてましたね。そして68分、宮崎、えーえーね、ボールもらって、えー、左下だったかな、はい、シュートね、グランダーで確か決めました。<laughs> もうハイライト見たのがちょっと1日前とかなんで、記憶がやふやですけども。で、79分、三月も、これも宮崎の展開から中村だったかな。 で、三平がね、詰めるっていう形でしたね。三平さんはやっぱ、フルス京都に対してね、ゴールも決めれてよかったんじゃないでしょうか。うん。いや、京都は飯田であったりとか、あと、川崎、出場停止組がね、帰ってきたんですけれどね、もうそれをも跳ね返す甲府のパワーでしたね。一方でここはちょっと泉沢が長期離脱っていうところで、不安はある、あったんですけども、もうそれを跳ねのけるような、この快勝、3対0。 はい、ここからの甲府の巻き返しも見られそうで楽しみですね。えー、で、松本岩田4対0。松本がちょっと心配になりますね、これね。攻めてはいるけれども、ネットを揺らすね。で、一方で失点が多いという。あー、七海さん的にはね、もうフルストの対戦でしたけども、ちょっといいところ見せれませんでしたね。えー、先制点、山本康介。山本康介、まあ、相手に当たってね、ゴールが入ったとはいえ、 ゴール決めた人の表情じゃないのよ。パパゴール後。全然嬉しそうじゃなくて、<laughs> もうベテランの余裕というか、この人らしいというのかね、うん、ちょっと面白かったです。で、58分、大津。ああ、これなんかさっきのあの、あれ、宮崎のゴールもなんかこんな感じだった気がしますね。うん。はい、大津もさすが、シュート精度高いです。うん、で、74分、ルキアン、うん。どんなゴールだったっけ <laughs> 忘れちゃった。どんなゴールだったっけ、キリキアン。もう得点がね、多すぎてね。忘れちゃいましたね。えー、っと、どこだ ?29 分。リキアンが走り込んでゴール前からダイレクトでシュートを打つ。だそうです。大盛りやっぱ大盛りが絡んでるよね。大津大盛り うん、この辺がゴールに絡んでますねで、金子翔太ね。これもまあゴール前で、ダイレで確か押し込んだゴール、私のィシタイムもほんとダメ押しって感じでしたけど、まあこの岩田の金子が決めるっていうところでやっぱちょっとね、大きな意味があるゴールでしたね、4点目。うんえー、松本はこれで2試合連続0-4の敗戦でしょうか。大宮戦に続いて、えーで、今京都と戦って、まあ2-2いってるところであと20分だけど、どうなるか。おイスマイル入ってきたぞ。 イスマイラがケン,ケンパしてますねはい以上松本岩田は4対0で岩田の快勝でした新潟北九州0-0はいえー、シュート数見てみると新潟の方が攻めてましたねはいまあ高木義明の反転とかもね見事でホームーシュートを本番しのスタメンでしたねあまあ至るところで新潟あ得点機会はあったんですけれども決めきれず残念うんそうね まあ北九州の粘り強い守備が何、はい、とかアウェーで勝ち点値もぎ取ってきたやっぱ残留するためにはこの勝ち点値がめちゃくちゃでかい意味をなしますからね、はい、よかったんじゃないかと思いますおめ,でとうおめでとうってことでもないけどね、はいえー、で水戸山形の、ね、コール合戦ダービーですけれども、ね、コロナ禍でそれもできないですが えー、山形、いやー、調子がね、監督かってか良かっただけに、えっと、連敗になるのかな、これで。うーん、ちょっとね、不安、不安というか、せっかくいい勢いだったので、もったいない感じありますけど、まあ、水戸の試合巧者ぶりが見られたかなと思います。中山なんか、ここ最近点取ってるイメージありますね。うん。なんかまあ、ストライカーっていう感じの動きでした。 うんまあ、それ以外にも後半になってね、あのまあ、リードしてるにもかかわらず、本当に安藤とか、まあ、山根とか入れて、えー、本当、カウンターでね、もう一点伺かがうぞっていうね、異、え、性、ー、がえ、企画が見られました。はい、あと心配なの加藤ですね、16分に下がってます、えー、ちょっと怪我した模様うで、えー、かなり山形のねサイド、圧倒してたところはあったんで、ちょっと心配ですね、どのぐらいの離脱になるか。 えー、金沢、町田4-0金沢もちょっと後半戦多分シーズン後半戦一番勝ち点稼いでないのは金沢なんじゃねえかなとほんと広角もちょっと見えてきた感じありますね、えー、10分差の回収のゴールだ本当にお見事すぎました形だけで言うならば本当に今節ベストゴールかな、まあ、ただちょっとね気持ちの面でいいようにあげたいんでそこは譲れないんですけど はい美しさとしては佐野のゴールが一番でした。まあ、2点目取ったらこの中島のあのプレーの判断が、さすがこの人って感じですね。13分のゴールもそうですね。あのワンタッチでもう反転して、えー、シュート振り抜いて、もう感覚的にね振り抜いてる感じはあったと思うんですけれども、いやーこの人、ちょっとこの試合キレキレな感じでしたね。で、29分、いやもうドンドンドンといきましたね、太田。はい あここも町田のほんと崩しが見事で、まあ、ちょっと金沢もねスペース、ボランチとディフェンスのセンターバックの間、見事にね太田に取られてしまい、太、えー、田も落ち着いて流し込みました。そして89分、とどめのコンテンツの PK、さすがの決定率というところです。はい町田好調、三、まあ、機快なんかもね駆け上がっていって、いいチャンスを作っていた、1点目かな、いいチャンスを作ってました。 一方で、金沢が結構心配になるような内容ですね。ちょっとね。えー、っと、続いて、長崎琉球。はい、長崎がまたなんか調子上げていきそうな雰囲気が出ています。この試合はエジガルジュニアの活躍がね、見られました。まあ、39分、PK で落ち着いて流し込みましたで。45分プラス1分のゴールもエジガルから始まり、右サイド駆け上がってきた、あれは確かマイクマですね。 でマイクマはね、本当にこれ、中に折り返すタイミングがね、ベストでしたね。でしかも、多分中見てないと思うんだよな、リプレイ見てると。なんか本んになんか感覚でね、あの、相手のディフェンスが来る場所、来たタイミングを察知して、はい、ベストの選択肢を選べたんじゃないかなと思います。澤田もね、落ち着いて流し込みました。そして46分のこのゴールに関しても、エジガルジュニオン、あのアシストは本当にお見事でしたね。 あのパスしかないって感じのね、はい、見事な、もう、戸倉さん、戸倉さん決めてくださいっていう、そういったボールでした。戸倉も冷静に叩き込んで、ああ、まあこれでね、まあ3点目取って結構試合決したところありましたけど、さすが琉球、意地の一発清水まあ、阿部たくも、あそこでこうね、無理に打たずに中に折り返すって判断ができるのは、大人だなーって <laughs> 思いました。もうベテランにも差しかかってね、見事です。 1> はいえー、3 1で長崎が勝利で昇格圏内にまたちょっと食い込んできそうですそして栃木山口3 2ついにブーンがね発動しましたねブーンがえーまあなんかもうこの得点者見るとどうせもう全部セットプレーやろって思うんですが意外とそうでもなくて、えー、4分豊田えっ、ー、とあれは誰だったっけな西野かなこぼれ球ねシュート狙ったのか分かんないですけどもちょっと浮き玉 だったんで、すよね。で、ヒーパーがちょっと前に出てて、えー、そこでトヨタがバックヘッドかますんですけど、いやー、さすがの嗅覚ですかね。まあ、もちろん狙ってるんでしょうけど、いやー、もう絶妙なバックヘッドですよね、あれはね。もう当て加減といい。あー、非常にうまかった。山口のディフェンスがほんと届かないぐらいで。えー で25分ね、追いつくんです、山口草野。このゴールは、まあ、もう2人で取ったって感じで、石川のボールがね、最高すぎました。まあ、草野、あれ、背中トラッパ狙ったのか分かんないけど、非常にいいところにボールを持っていけたかなと、うん。そっからのシュートまでも早かった。そして、後半に入って55分、豊田。えー、クロスボールからヘディングという、八田だったかな、あれは。あれ、コーナーの流れだっけ <laughs> あ、そうだけど、まあ、八田がね。 えー、いいボール来て、本当、ああの位置で豊田さんがボール持ったら楽々決めるわな、ヘディングでな。うん、で、えー、73分、柳。柳といえばやっぱ頭で決めるイメージがねあるんですけれども、今回に関してはねなカットイン気味のコントロールショットで決めましたね。<laughs> こんな得点パターンも持ってるのかと、本当にすごいですわ、彼は。はい で、まあ2点差ね、つけたところで、まあ86分にね、カーノにやられますけれども、栃木としては、あまあまあ、もうね、守りきるね、準備はできてたてんでね、えー、なんとか1点逃げ切りました、まあ、カーノもね、本当に迷いなく振り切ったところで得点を取れて、えー、これは今後も続けていきたいところだと思われます。はい、山口も、なんだかんだ思、思うように勝ててはないですけどね。うん はい、3対2で栃木が、はい、この打ち合いを制しました、えー、で岡山愛媛0-0でしたねまあ愛媛はそうねなんかここ最近は本当に勝ち点はこうポロポロ拾えてる感じはあるんで、うん、悪くないかなとまあ高木利也もねうんフィットしてるのかなと見て取れますねうん結構 果敢に駆け上がっっててチャンスを作っていた印象ですはいいやー、この試合、本当、最後の方に、確か、梅田のビッグセーブーがあったと思うんですけど、本当、あれが試合を分けましたよね。あそこ、本当、一い,いに決まってておかしくなかったんで、もう、梅田もなんか、体のどこかに当たってくれみたいな感じで飛び込んだと思うんですけど、うん、あれは本当にチームを救いましたね、うん。やっぱね、ホームで負けるわけにはいかないからね。 まあ、岡山の方はね、上城なんかにね、やっぱりシュートチャンスありましたけれども、あーまあ、思ったように決めることはできず、0-0でございました。で、最後、大宮ベルディ。さあ、大宮が連勝、乗ってきましたね、ナック5で。うん。えー、まあ、ベルディはね、長井さんが辞任しまして、ホリー暫定コーチというところでね、指揮を取っていたんですが、前半はちょっとやっぱり、その動揺もあったか、 まあ不勝離脱もあってか、あなかなかぐだぐだな戦いぶりで大宮が見事にそこの隙を突いたかなという。まあ、川田のゴールもね、えー、ドリブルで奥抜きが入っていって、真ん中で川田が冷静に決めました。そして38分奥抜き、えー、これはね、小島だったかな、ロングパス、浮き玉のパス出して菊地、菊、う、池、ん、インサイドハーフ、うんまあ抜け出してね、シュートのこぼれ球奥抜き詰めました。 はい、大宮の前への、ね、推進力、勢いがね前半見られてよかった感じです。ただ、後半に入って結構、ガラッと空気が変わり、ヴェルディは別に後半交代とかしたわけじゃないんですけど、立ち上がり早々にヴ、ね、ェルディらしいパス枠から、杉本隆司がねファーサイドフリーでー待ち構えていて、なんかこのゴールは本当、長いサッカーのゴールって感じでしたね。うん でそっから久しぶりに出てきた、えー、新井瑞生なんかがね最後、大紫と打ったりしてて、えーまあ、追いつくチャンスはあったんですけれども大宮、まあ、今勢いに乗ってます乗り出しましたね、うん。最後も守備しっかり固く閉じてナックファイブで連勝を飾っておりますはい順位表を見ていきましょう1位、ジュビロ、試合数28位でサンガが今試合やって 出てあと10分で2対2の状況ですねああこのまま引っ掛けたらこの時点で10秒が普通に1位ですね単独で,、えー、でちょっと離れて新潟琉球と並んでてお町田今ちょっと調子上げてる町田で甲府と長崎とうん山形ね次は勝ちたいですねせっかくここまで来たんでねはい まあ、注意グループ、こんな感じで。いやー、残留争い、マジでレベル高いぞ、これ。最下位、相模原が今、勝ち点24。はい、はい、はい。しかも、直近5試合見てください。負け1個しかないですからね、相模原。あー、で、今の勢いを見てると、まだ勝ち点伸ばしていきそうなんで、大宮がね、最下位から1回勝っただけで、ここまで上がった通り、非常に今残留争い、1試合で上下しますから、 この状況が最終節まで続いたら、もうかなりこの辺りの地に心臓が悪い最終節になりそうですね。はい。いや、でも見てる側からしたらね、第三者からしたら一番面白いよね。ね、こんだけ変動してくれると。マジで読めない。はい。ここら辺の戦い。まあ今、直近の勢いで言うと、ちょっと金沢やべえなっていう。あっという間に、まあや山がもそうだな。うん、ずるずると、その流れをね、はい。 かないいように止めたいところですね、うん、で得点ランキング見ていきましょいえーえー、っとジェツだからこちらですレッキアンがまた点取ってウタラカと並んで14ゴールとまあこの2人の戦いになってくるかね小池純喜がここに追いついてきたらね面白いんだけどやっぱ外国人ストライカーのあーこの力強いかどうかで泉さんもねとってもしかったけどここでもうちょっと今季は無理っ いででね残念ながらはい、でまあ、中山なんかもね、こっからちょっとね、また2桁いくでしょう、今年、うん。あ、藤本、8点取ってるんだよね。いいね、調子いいですねあ。中島とかも。町田は、そうね、なんか誰かが1人バーンって点取るわけじゃなくて、みんなすごいね、前線の選手たちに7、6点取ってるっていうのがいいですね。はい J228、えー、節振り返りました。はい、松本。おちょっと京都のこのチャンスだけ見て終わろう。ああ、町田、町田じゃないや。セルジーニョがナイスクリアして終わりました。はい、J28 節以上です。お疲れさんでした。